砂です違うか、吉田サラダです。ウィラムサラーズということで勝ちました。スワローズ、いや嬉しい。4月24日ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ、4対3でヤクルトスワローズ逆転サヨナラ勝利。スワローズ嬉しいですね。オスナ選手ナイスバッティング、すごい助っ人がやってきましたね。もうね、サヨナラ打ってオスナ選手のとこにチームメイトが集まってね、こうやってやったやったってやってるんですけど、オスナ選手あの時なんて言ってるか知ってます？おい、オスナオスナ言って、違うかいやめでた。そしてですね、坂本投手に、初勝利おめでとうございます。坂本投手ね、上田剛くんがね、もう坂本投手はもう少しで覚醒すると思うって言ってたの、ほんまに当たってますね。さすが上田剛。坂本選手もう見違える成長で、もう頼りになる選手になりましたね。本当に、初勝利おめでとうございます。そして山田哲人選手、完璧に完全復活。今日もホームラン、これやばいですね。ホームラン量産していきそうな感じですよ。ヤクルトスワローズ本当に優勝ありますからね。解説の達川さんもちょっと言い出しましたからね、今日。達川さんが、まあちょっと早いけど、なんか優勝ね、とか、なんかそんな感じで、ちらつかせましたから、やっぱりね、みんなヤクルトのこの勢いを感じてるんだと思います。いやー、4連勝ですよ、4連勝。明日の先発は、ライアン、小川投手、5連勝いけるでしょ。これ5連勝いきましょう。本当に嬉しい。お願いします。ライアン、小川投手、頼みますよ。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、オスナよくやったー。